今回はライフプランニングの手法について解説したいと思います。まずは FP の6ステップについて。これは FP がきちんとコンサルティングをするために守る実務マニュアルのようなものです。FP が相談に乗るときには、まず顧客との関係確立とその明確化を行う必要があります。 お客様が初めて相談に来る際には、お金に関する不安よりも、相談する FP に対して不安を持っているものです。なので、第一印象を良くして、緊張をほぐすことから始めるのが、実務上大切なことですで。その後、報酬体系と個人情報保護方針について同意を得るほか、例えば、私は税理士ではありませんから、 具体的な税金の計算はできませんが大丈夫でしょうかといったような業務の範囲の説明をして顧客ニーズを満たせそうなのかを確認することも大切です。ステップの二つ目は顧客データの収集と目標の明確化です。漠然とした不安を持って相談に来る方もいらっしゃいますからきちんとしたゴールを定めるのがコンサルティングをする上で大切です。 顧客の目的やニーズ、優先事項を明確化するほか、さまざまな情報を上手に引き出すのが FP の腕の見せどころですで。顧客データの収集と目標の明確化が済んだら、次はステップの3つ目。顧客のファイナンス状態の分析と評価です。集めた情報を分析して、問題点の把握と解決策の検討を行います。そして、 ステップの4つ目が、プランの検討、作成と提示です。FP はここで、提案書という処方箋のようなものを顧客に提示します。問題点とその解決策、それからその解決策を提案する根拠などを分かりやすく説明します。場合によっては、顧客と相談してプランを修正したり、妥協点を話し合ったりします。 ここで一応の区切りを迎えるんですけれども、この後は必要に応じて、プランを実現するための金融商品の斡旋をしたり、専門家を紹介したりするなど、プランの実行援助を行う場合もあります。これがステップの5つ目です。そして、一度作ったプランが何十年も有効であるなんてことはありませんから、6つ目のステップ、 プランの定期的な見直しも重要な手続きです。それでは続いて FP の6ステップを円滑に行うための3大ツールについてお話ししていきます。まずはライフイベント表について。これは自分と家族の予定や目標を時系列で書き出して、そのイベントにいくらのお金がかかるのかを見積もる表です。 FP の6ステップのうち2番目のステップの顧客データの収集と目標の明確化を行うときに使うツールでいつごろどのくらいの費用がかかりそうなのかという大まかな目安が可視化されて将来のイメージが具体化されるメリットがありますちなみに将来の支出や収入は物価の変動を考えずに現在価値で見積もりますなぜなら これはキャッシュフロー表を作るための叩き台だからです。次はキャッシュフロー表について。これはライフイベント表をもとに将来の家計の収支と貯蓄額の推移の見積もりを可視化した表で将来にわたる1年単位の家計簿の見積もりというイメージです。キャッシュフロー表を作るとライフプランの実現可能性を知ることができたり 万が一の出来事が起こった時に、家計にどのような変化が起こるかなどが分かったりするメリットがあります。そして、キャッシュフロー表を作ってみて、ある程度の出来事が起こっても、将来貯蓄がマイナスにならないと見積もることができれば、とりあえずお金に関する不安はなくなりますから、そのような人生設計や資金計画を作ることが FP の目標の一つです。なお、 キャッシュフロー表を作る際には、いくつかの注意点がありますから、今からそれをお話ししたいと思います。まず一つ目は、収入欄には可処分所得を書き込むということです。可処分所得というのは、自分が自由に使えるお金というイメージで、会社員などの場合、年収から強制的に転引きされる、所得税と住民税と社会保険料を引いた金額のこと。 いわゆる手取りのことだと思ってください。可処分所得について例を使って説明しますと、例えば、給与所得者である A さんについて、年収が800万円で、所得税と住民税が合わせて80万円、社会保険料が110万円、住宅ローンの返済額が100万円で、 民間の保険会社に保険料を20万円払ったとすると、可処分所得の計算上、住宅ローンの返済額と民間の保険会社に払った保険料は関係ありませんから、A さんの可処分所得は800万円引く30万円引く50万円引く110万円、イコール610万円になります。住宅ローンや生命保険料などは、 確かに転引きされてはいますけれども、強制的に徴収されているものではなくて、自分の意思で契約して払っているものですから、可処分所得の計算では引きません。そういうわけで、引き忘れたり余計なものを引いてしまったりしないよう気をつけてください。続いて、キャッシュフロー表を作る際の二つ目の注意点は、キャッシュフロー表で使う金額の見積もりは、 将来価値を使うということです。キャッシュフロー表は将来財布にいくら入ってきて、財布からいくら出ていくのかを見積もるものですから、物価の変動を考慮しなくてはいけません。そこで N 年後の将来価値は、現在価値に1たす変動率の N 乗をかけて見積もります。例えば来年以降も 今年と同じような生活をすると仮定した場合に、物価が毎年2%上昇すると予想するなら、来年以降に支払う生活費は、今年に支払う生活費よりも物価の変動分多くなります。例えば、今年の生活費が280万円であれば、1年後の生活費は280万円 ×1.02 で286万円。 2年後の生活費はさらに1.02をかけて291万円。3年後の生活費はさらに1.02をかけて297万円という具合です。キャッシュフロー表を作る際の注意点の3つ目は、キャッシュフロー表で使う貯蓄残高の見積もりは運用益を考慮するということです。ある年の貯蓄残高は、 単純に前年の貯蓄残高にその年の年間収支を加減算するのではなくて、前年の貯蓄残高に運用利率をかけたものに、その年の年間収支を加減算します。公式テキストや画面の例を使って説明しますと、毎年1%の運用益を上げることができるという前提のもと、現在の貯蓄残高が1200万円で、来年の年間収支を 709万円の赤字と予想するなら、来年の貯蓄残高は、1200万円 ×1.01-709 万円で、503万円と見積もることができます。同じように、2年後の貯蓄残高は、503万円 ×1.01-9 万円で、499万円と見積もることができます。そして、3年後の貯蓄残高は、 499万円 ×1.01-9 万円で495万円と見積もることができます。キャッシュフロー表は一般的に1年間の収入が年末にまとめて振り込まれて1年間の支出を年末にまとめて支払うという前提ですから去年の貯蓄残高には運用利率をかけるんですが その年の年間収支には運用利率はかけませんので注意してください。次は個人バランスシートについて。これは個人の資産と負債のバランスや資産構成を把握するためのツールです。個人バランスシートは左右に分かれているイメージで、左側には資産を列挙して、右側には負債と純資産を列挙します。 この時、資産の価格は取得価格ではなく時価を使うというのが注意点です。ですので、例えば100万円で買った投資信託が30万円に値下がりしていた場合、30万円の資産を持っていると数えます。なお、純資産というのは賞味保有している財産のことで、資産の総額から負債の総額を引いて求めますから、 個人バランスシートの左側の金額と右側の金額の合計は必ず等しくなります。ですから、例えば、資産の合計が4800万円で、負債の合計が3200万円であった場合、個人バランスシートの左右の金額は4800万円で等しくなりますから、純資産は1600万円であるということになります。 それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。